雪柳に寄生するアブラムシミカンミドリアブラムシとトビロケアリの強制アブラムシはカメムシ目のアブラムシ浄化に属する昆虫の総称であるアリマキとも呼ぶ植物の上でほとんど移動せず集団でイカン束に口りを突き刺して歯間液を吸って生活する小型で弱々しい昆虫と言われるアリと強制し分泌物を与える代わりに 天敵から守ってもらう習性や、単ため生殖によっても増え新社会性を持つことなどから、生態や進化の研究のモデル昆虫ともなっている。植物の士官液を吸う。体は太く短くて柔らかく、他の横ばいアモクの昆虫のように飛んだり跳躍したりすることはない。膜上の小さな羽を持つ個体はふわりふわりと飛ぶことができるが、 ごく限られた時期に出現するだけで、それ以外の期間は羽を持たず、宿主植物上でじっと汁を吸っている。春から夏にかけては、X 染色体を2本持つメスが、卵体制単ため生殖により、自分と全く同じ、しかもすでに体内にこう宿しているメスを生む。これにより、短期間で爆発的にその数を増やし、宿主上に大きなコロニーを形成する。 秋から冬にかけては、X 例型、つまり、X 染色体の一本かけたオスが発生し、卵性優性生殖を行う。卵は寒い冬を越し、暖かくなってから孵化する。この時生まれるのは全てメスである。南方系の種には、広域移動を行うものも知られ、主に4月から6月に、東南アジア方面から気流に乗って飛来し、野菜、果樹新芽の茎状や葉の表面、 地面に現れ始め、9月から11月には、野菜、果樹から移動し、その後、越冬せずに死滅する。アブラムシは、外角が柔らかく、集団で生活しているので、これを捕食する動物は、数多い。特に代表的な天敵は、七星天灯、波天灯などの天痘虫類と、草影狼、平田アブの幼虫である。自身の防御力が弱いアブラムシ類には、 アリに外敵から守ってもらう種があり、これがアブラムシがアリマキと呼ばれるゆえんになっている。食物である歯間液には大量の糖分が含まれ、甘露と呼ばれる肛門からの排泄物には余剰な糖分が多く含まれるため、アリたちはこの甘露を求めて集まってくる。中にははっきりとアリとの共生関係を持ち、アリに守られて暮らすものもある。 また、アブラムシの中には一霊幼虫と二霊幼虫の一部が、兵隊アブラムシに分化して、積極的に外的に攻撃する、新社会性のものもいる。この幼虫は成長せずに死ぬ。中栄を形成するものでは、排出された肝炉を幼虫が、虫へ外に押し出して、掃除を行うなどの社会性が見られる。体内で、ブフネラという大腸菌菌炎の細菌と共生しており、 ブフネラは、歯間液からアブラムシにとって必要な栄養分を合成している。アブラムシは、ブフネラの生育のために特化した細胞を提供しており、ブフネラは、親から子へと受け継がれる。ブフネラは、アブラムシの体外では生存できず、アブラムシも、ブフネラなしでは、生存不可能である。またアブラムシは、ブフネラとは別の細菌から遺伝子を獲得し、その獲得した。 遺伝子を利用して、ブフネラを制御していることが、理科学研究所の研究により判明した。2014年に、豊橋技術科学大学の中ツ氏が、アメリカ合衆国の科学誌、カレントバイオロジーで発表した論文でも、アブラムシは、体内細菌から遺伝子を譲り受けて、アブラムシの細胞中で細菌に必要なタンパク質を合成し、それを、 細菌側へ戻す共生関係を認めた。10億年以上も前に古代細菌が単細胞生物に取り込まれて、ミトコンドリアや光合成葉緑体などの器官となったが、アブラムシの体内でも同様の進化が起きている可能性がある。アブラムシを放置すると農作物がウイルス病にかかってしまい、作物に甚大な被害を与える農業害虫なので、 見つけ次第速やかに駆除する。有機リン系、合成ピレスロイド系、ネオニコチノイド系など、多くの殺虫剤が有効である。しかし、最近の研究結果では、特に有機リン系や合成ピレスロイド系に対し、高い薬剤抵抗性を持つ傾向が顕著であるとの、報告が多数ある。アブラムシは、薬剤抵抗性を持ちやすいので、 同一の殺虫剤の散布を長期間繰り返すよりも、2から3種の系統の違うものを定期的に散布していく、ローテーション散布が推奨されている。また、最新の防除法として、アブラムシを捕食あるいは、アブラムシに寄生する、寄生バチ類、天ムシ類、平田アブ類などの点滴類を利用した、生物的防除が、ハウス栽培野菜を中心に実施されつつある。ただし、 点滴類の多くは薬剤に対して抵抗性を持たないため農薬との併用による総合的病害虫管理を行う際には留意する必要がある。また、葉を巻いてその中に潜む種類やはっきりした中栄を形成するものもある。このようなものは虫体に殺虫剤が接触しにくいので浸透移行性のある殺虫剤が効果的である。 化学薬品を使用せずに駆除する場合、脂肪分の多い牛乳を水で1対1に割ったものを霧吹きで散布すると牛乳が乾燥する時に油虫の気門を塞いで窒息死させるので油虫が少数の時は有効である。同じ原理を利用し機械油や濃度調整した澱粉や食用油脂を主成分としたものが農薬として商品化されている。鉢ごと袋をかぶせ、 かとり先行で1時間ほどいぶして防除する方法もある。地域によってはゴキブリのことをアブラムシと呼ぶところもあるため、そのような地域ではアリマキと呼ばれることが多い。AB、アブラムシは別の細菌から獲得した遺伝子で強制細菌を制御。ケンニュース2009年5月号。オリジナルの2011年5月25日時点におけるアーカイブ。 https://web.archive.org/web/2-0110525081402/http://www.riken.jp/r/world/info/release/news/2009/spo01html2018 年11月に 25日、閲覧。組合機械油、入材95。組合化学工業。2020年4月29日閲覧。ありがとうございます。